空間もあのこの今おいでいただいているアトリウムのようなあの象徴的な吹き抜け空間ですとか、横浜駅といえばここなんだというふうに、どなたも認識いただけるようなあのシンボリックな施設にしていきたいというふうに思っています。